尼崎という町に決体な町医者がいる。お家は先生の顔見たら治るで。何を言うてん、そんなのは心臓がバクバクする。恋をしてるでしょ。客がいい。ラブラブか。ラブラブラブやな。誰かそろそろ死ぬんかって言ったら。長尾が受け持つ在宅患者は乳児から高齢者、がん、認知症、寝たきりなど、年齢や病状も多種多様。望みが叶ったね、奥さんに見とってもうて。家に帰りたいです。で、抗がん剤やめてほしい。いや、ちょっと無理ですねっていうことを言うたら、その何時間後かに夜中、屋上からおそらく飛び降りて死にはった。どんだけ間違ってきたことか、全部本書くのは懺悔なんですよ。病とではなく患者と必死に向き合う町医者がいる。生きることは食べること、生きることは笑うこと、生きることは歌うこと、生きることは歩くこと。そう願い、決体な町医者の診療は続く。生きてやる。